ビョリン・ヨーハン・アンドレセンは、スウェーデンの俳優、歌手、ストックホルム出身、ルキノ・ビスコンティ監督の映画作品、ベニス・ニシスの美少年、タジオ役で広く知られている。デンマークで育った母親は、ヨーロッパを転々としながら過ごすボヘミアンであったという。パリの芸術家のコミュニティに入り浸っていたが、生まれる前に死亡したとされる実の父親は不明である。10歳の時、夫に捨てられ、 不安定になっていた母が自殺し、祖母に育てられた。ストックホルムの音楽学校でクラシックを学んだが、好みはビートルズなどのロック。友人たちと13歳の頃からバンドを組み、あちこちで演奏していた。美容師であった祖母のすすめで子役としての活動を始め、1969年にストックホルム郊外で撮影された青春映画、純愛日記に、早くで出演したのが、 スクリーンデビューである。なお、純愛日記は1971年の日本初公開時にオリジナルから約20分カットされた状態で上映されたが、2008年4月26日に完全版がスウェーディッシュラブストーリーの放題で上映された。1970年、ビスコンティがベニス2室の映画化のために主人公の作曲家を虜にする少年タジオ役を求めて、 ヨーロッパ中を探していた。当時、友人とバンドを組んで歌っていたアンドレセンが、ビスコンティの目に留まり、数多くの候補者の中から選ばれた。ビスコンティは、数千人の候補者をリストアップし、最終的にはアンドレセンに決定したが、イタリアの公共放送来の依頼で、この模様を収めた30分の特別番組、タジオを求めてを監督している。 1971年8月、映画のキャンペーンと、明治聖火、エクセルの CM 撮影、CM ソングのレコーディングのため、同年末から1972年初頭の2度、来日している。日本でのキャリアを構築することは、祖母の強い勧めだった。来日の際には、熱狂的な歓迎を受け、追っかけの少女に髪を切られるなどしたという。アンドレセンの素顔は、ごく平凡な、 北欧の健康的な少年であった。映画の成功で一役アイドルになった彼のもとには数多くの映画出演話が舞い込み、撮影準備のためにパリで一年暮らしたこともあったが結局出演は実現しなかった。その後もともと音楽に興味があったため学園生活に復帰し音楽活動していたらしい。また映画のイメージと実像を混同されることが多々あり、 後期の目で見られ続けることに耐えかね、ストックホルムを離れ、一年間、デンマークのコペンハーゲンで生活したこともあった。一時、死亡説が流れたこともあったが、1977年、スウェーデン映画に主演し、復帰。1983年に結婚。劇団を運営しつつ、ストックホルムで暮らす。その後、娘が生まれるが、結婚前に生まれた長男を、 入幼児突然死傷候群で亡くし、一旦別れた。しかし復縁し、現在は妻と娘と音楽教師としてストックホルムで暮らしている。2021年のサンダンス映画祭で、ビョルンの人生を描いたドキュメンタリー、世界で一番美しい少年が発表された。この作品で、ビスコンティ監督や祖母、大人たちに性的作詞されてきたことを告発。 それによると、ビスコンティは、ベニスにシスの撮影から1年経って16歳になったアンドレセンをこきおろした。そして、自分の所属するパリのゲイコミュニティに連れて行った。その後、祖母と結託したエージェントは、ビスコンティから見放された彼を日本に連れて行って、CM やレコード発売などを行った。連日のハードスケジュールをこなすため、薬物を飲ませることもしていたという。 アンドレセンは母国帰国後にバンド活動や脇役俳優をしていたが2003年にタジオ役の写真を肖像権を持つアンドレセンに無断で本の表紙に使われたことが原因で性的搾取のトラウマからデンマークに逃亡2016年にザロストワンで主演ホームレスの男性役を演じた時を同じくして ドキュメンタリーの監督から連絡を受けたが人間不信に陥っていたため撮影を承諾する判断に3年を要している。ありがとうございます。